トヨタコンフォートトヨタ XS10 トヨタクラウンコンフォートトヨタ XS10 トヨタクラウントヨタクラウンセダントヨタ XS10XS10 はトヨタ自動車が生産販売していたセダン型の乗用車であるコンフォートクラウンコンフォート及びクラウンセダンの共通車両形式番号いずれの車種も製造はトヨタグループのトヨタ自動車東日本東富士工場で行われていた主に タクシーとして用いることを前提に開発され、小型タクシー枠のコンフォートと中型タクシー枠のクラウンコンフォートとして1995年12月に発売された。コンフォートはタクシーとしてだけでなく、教習車としても用いられた。後にクラウンコンフォートをベースにハイグレードタクシー向けに装備を充実させたクラウンセダンが2001年8月より発売された。 ベースとなったのは X80 型 M2 であり、クラウンコンフォート及びクラウンセダンは、デザイン等でクラウンのイメージを崩さない配慮がなされているものの、実質的にはクラウンを名乗りながらも、クラウンとの結びつきが弱い。クラウンセダンに至っては、X90 型 M2 と共用のプラットフォームを採用した1 5 0系クラウンより古いベース設計になるという逆転現象まで起こしている。 後席の寸法及び後部トランク容積を可及的、大きく取り、コンフォートのタクシーインパネ車やクラウンコンフォートでは、料金メーターや無線機、タコグラフといったタクシー用機器設置スペースを設ける、などのタクシー向けに特化された設計が特徴である。タクシーの小型枠に収まるコンフォートと、中型枠となるクラウンコンフォート及びクラウンセダンは、 ホイールベース及び全長に1 0 5ト、mm、ルの差がある。前述の通り鉱石の寸法を大きく取る。設計のためマイドアのサイズが異なることで区別することが可能。競合する日産自動車のクルーが2009年6月に、セドリック営業者が2014年9月に生産終了したため、2017年5月に販売を終了するまで日本国内で 新車購入可能なセダンタイプのタクシー専用車は、XS10 系の三姉妹車種のみとなっていた。XS10 系は、スポット溶接の箇所を減らし車体合成を落とすことで、40万キロメートル以上の走行にも耐えられる設計であることも、特徴である。この手法は、同車の E110 型系のカローラ、スプリンターから用いられている。日産、クルーは異なり、B ピラーの位置は、 左右対称である。三車種ともエンジンの種類及び用途に関わらず、一般の個人客でもディーラーで購入が可能であった。見た目が登場した年代の割に古風であったり、5ナンバー FR セダンの希少性から趣味者からも一定の需要があり、コンフォートには、スポーツセダン仕様のコンプリートカー、コンフォート GT、Z スーパーチャージャーが市販されたことがある。 同じくコンフォートはその FR セダンである構成を活かし D1 仕様を製作したチューニングショップもあった。おおむね20年にわたって生産されていたが、平成30年から厳格化される歩行者保護の安全基準に適合しないため、それまでに生産を終了することになった。エンジンはコンフォート強襲車のミヨ SFE3S、FE のガソリンエンジン及びディーゼルターボの2リットル、 での設定があったたは、基本的に LPG エンジンの 3Y ポリエチレンであった。時期録の 1G ポリエチレン及び 1G グップは、クラウンコンフォート及びクラウンセダンのみの設定であったが、クラウンコンフォートはスーパーデラックス以上の廃止により、クラウンセダンはマイルドハイブリッドの廃止により消滅。2007年に先行して、コンフォート強襲車のガソリンエンジンが 1TR。 FE に変更されたのを皮切りに2008年に LPG エンジンも1 t r フップに変更され燃料のインジェクション化及びエンジンヘッドの DOHC 化がなされた。トランスミッションはフロア式5速 MT とコラム式4速 MT、コラム式4速 AT 及びフロア式4速 AT を設定。 XS10 系の中でガソリンエンジンと MT の組み合わせがあるのはコンフォート教習車だけである。コンフォートのグレードはタクシー仕様がスタンダード、スタンダードデラックスパッケージ、SG の3種で、教習車仕様はデラックスのみ。クラウンコンフォートは直列4気筒エンジン搭載のスタンダード、デラックス A パッケージ、デラックス及び直列6気筒 DOHC エンジン搭載で、 タコメーター装備のスーパーデラックス、キモちチ、シート、ウッドパネル等上級仕様のスーパーデラックス級パッケージが設定されていたが、スーパーデラックス、スーパーデラックス級パッケージは基本的に個人タクシー向けでクラウンセダンが XS10 系にモデルチェンジすることに伴い設定を廃止した。キモちチシートは後に特装扱いで設定されるようになった。クラウンセダンは スーパーデラックス、スーパーデラックス G パッケージ及びスーパーサルームの3種で、前日のクラウンコンフォートのスーパーデラックス及び、スーパーデラックス Q パッケージを移管した格好となった。同様に、個人タクシー向け及びハイグレードタクシー向けとなるが、本家である170系以降のクラウンロイヤルほどでは、ないながらも、ハイヤーや、ハイヤータクシー兼用車としての採用例もあった。この他に、 テックス特装者扱いのロイヤルサルーンも存在した。コンフォートとクラウンコンフォートクラウンセダンは以下の差異がある。一方、コンフォートクラウンコンフォートとクラウンセダンは以下の差異がある。なお、これらの差異はユーザーにおける回収等により変わる場合がある。車体の寸法が異なるコンフォートおよびバンパー等により、3ナンバーであるクラウンセダンスーパーサルーンを除けば、グレードをまたぐ回収。 改造も行われ、いわゆるある種のニコイチとして部品取り車からの移植をする場合もある。この例とは逆にエンジンを移植することも可能だが、その場合は構造等変更検査を要する改造車となる。無論コンフォートやクラウンセダンスーパーサルーンもエンジンの乾燥やバンパーの交換等で構造に変更がなければ改造車にならない。主に地方において、 LPG エンジンのコンフォート教習車を中古として導入シンパネ等の移植を行いタクシー化する例もあるがこちらは改造車にはならない。ありがとうございます。